さあヤマハのナンバー8の足元だ。堀江の足元にある向こうが行った、内に返した、あっとボールがこぼれてしまったノックオン。アドバンテージはパナソニックに見ています。ノックオンバンテージオーバー、アドバンテージオーバー、さあ蹴ってパナソニックが進んでいく。パナソニックがヤマハ陣内に入ってきました。まだ行く、山沢か、山沢あと5メートル、山田が行った、トライ。なんと相手スクラムからの一気の大逆襲、パナソニック先制トライ、5対0としました。まあ、今のプレーはあのスクラムトライを狙おうと思ったんですけども、まあ、レフリーの方からユーズイットという声がかかって、はい、ボールを動かさなきゃいけなかったのでボールを出して、これで内を返すのがそれサインプレーなんですね、これを堀江君が落としてしまいました。そのチャンスを山沢君が蹴って、彼が一人で3回ぐらい蹴ってますね。この五郎丸の処理の後も蹴っていった山沢です。いや前回の東芝戦でもこういうキックからトライに結びつけるシーンがありましたが、はい、ここでもやってきましたね。そうですね、これキャッチして山田君にパス、